タツノツメガヤダックタラクティニアムイージェプティアムはイネカの雑草。オヒシワによく似ている。日本本土では珍しいが南西諸島などでは普通に見られる。タツノツメガヤはあまり大きくならないネカ植物である。穂の形はオヒシワに非常によく似ており、慣れないと見誤ることがある。ただし別属であり、コボの形はかなり異なる。和名は 竜の爪が矢の井で穂の形に由来する。家系の先端から太い穂の枝が大抵は三から四本、手のひら状に出るのを竜の指に見立てたもので、その点では、おひしばも同じなのだが、この種ではその枝の先端が突き出ているので、これが爪に見えるのである。背の低い一年草。茎の株は地表を張って匍匐形のようになり、節ごとに発根する。茎はやや扁平になっている。 葉の基部は、幼少となって茎を抱く。幼少はやや扁平で背側が隆骨になり、端端端は0.5から1ミリメートルで、円にほのげを生じる。幼心は3から7センチメートル、時に10センチメートルになり、幅は2から8ミリメートル円に沿って開け出した。難毛を生じ、特に基部に近い方に多い。家計は、立つかやや斜めに伸びて高さ10から40センチメートルになる。 その先端からコボを密接する軸を出す。房は3本から7本程度生じ、分子せず、長さ2から5センチメートル、手のひら状に出て、やや水平に伸び、往々にして、下向きに反る。軸の下面には、緑色のコボを、左右交互に2列、密接して生じる。ただし先端部には、コボがつかない部分があって、2ミリメートルほどが、針状の突起となる。コボは、 左右から扁平で柄がなく、長さは2から2.5ミ、mm、リメートル。3マイナス5個の小花を含み、先端の小花は結実しない。第1方 A は、長さ2ミリメートルで、主脈の先端が、やや突出する。第2方 A は、より幅広く、主脈の先端ははっきりとのぎとして突き出す。森 A は、主脈とその両側に一脈を持ち、主脈の線には、 流骨があって、先端は鋭い脱ぎとなる。内栄は透明で、一体の脈があってその外側は広い昼になる。果実が成熟すると、コボは第一方栄を残して脱落する。果実は小さく0.7ミ、mm、リメートル程度の休憩で、ざらつき、成熟すると、森栄や内栄から離れて脱落する。原産地は、旧世界の熱帯域と考えられている。現在は、 アメリカやオーストラリアにも帰化している。日本では、琉球列島や小笠原諸島では普通に見られるが、日本本土では、沿海地に稀に出現する。日当たりのいい草地に出現し、道路脇などでもよく見られる。タイでは、潮湿土壌において最も広く分布する、主として本種が挙げられており、ある程度の耐炎性があることも示されている。蒸気のようにこの植物は、 おひしわによく似ている。全体にやや小さいものの、穂の形や軸の下面にコボが2列に並ぶことなども共通で、不慣れだと間違えやすい。区別点としては、名前の由来である草の先端の爪状の突起が見やすく、またコボがより幅広く、明瞭なのぎがある点などで簡単に区別できる。同族のものは、熱帯域に数種あるが、日本にはこの種のみが知られる。 以下、主たる部分は、長田 P494 による。木場ほか P93 初島 P6727 コーン。ありがとうございます。